大阪市内の歩道を電動スーツケースに乗って無免許で走行したとして、中国籍の30代の女性が書類送検されました。電動スーツケースをめぐる摘発は全国初です。警察によりますと、女性が乗っていた電動スーツケースは中国の通販サイトで購入したもので、運転免許が必要な原動機付き自転車に該当し、 最高時速13キロが出るということです女性は電動スーツケースは乗り物と思っておらず運転免許が必要だとも思っていなかったと容疑を否認しています電動スーツケースは公道での走行は認められておらず無免許運転の摘発は全国で初めてだということです